おはようございます。ということで、この前のリベンジ頭詰めやってきました。いいということで、今日はいい天気ですね。晴れたいい天気であります。頭詰め、まあ干潮から始まって、この河口付近ですけど、河口周りをネチネチ浅いうちにやって、で時間が上がるにつれてね、潮位が上がるにつれて、なぜかメインカメラが落ちそうなんですけど、あちらの方にあのあれがあるんで、なんだっけ、橋出てこないってやばくない？橋があるんで、橋下ぐらいにね、昼前ぐらいに入っていけたらと思います。じゃあよろしくお願いします。まあまずちょっと橋下から行こうかな。橋下じゃねえわ、そこに漁港があるんですけど、漁港の入り口をちょっと寝ちゃりたい。ガボッツから行きましょう。広範囲の表彰を探るのにガオッツほど優秀なルアーないよねっていう話。まあおそらくキビレあたりが来るんじゃないかなと。まずは漁港内から漁港外に出していって、入り口付近で待ってるシーバスをちょっと、うー切った、一投目で来た、来た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 、よし来た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 、来たぜ、よっしゃー、おーちっちゃい、あキビレや、狙い通りではある。まあ食ってはないけど、チヌです。トノ、よし元気に戻っていってくれた。1頭目キビレ来たな、下から爆雨来たね。キビレいいね、楽しいね。キビレになってないかまだ、チヌって呼んでいいのかってサイズだったけどね。あやべ、お邪魔します、こんばんは、こんにちは。コメントを読めないけど、てかさっきちょうどさっき釣ったのに、まあ、もう一回見せよう。そこいるんだよね、うわー、そっ、あー見に来てる、見に来てるよ、見には来てるんだよ、見に来てるから、こっちまで来い、寄せろ寄せろ寄せろ、ちょっと難しいですね。グレーティングフォームデンマーク、え、デンマークから見てんの？デンマークって公用語英語？ハロー、フォローミー、YouTube で動画上がります、 YouTube で動画上がりますって英語でなんだろう、わかんねえ。 Follow thank you thank you、 行ってみるもんだな、確かに行ってみるもんだわ。よし、じゃあみんなで決めようぜ、こっちのコモモかこっちのコモモ、どっちがいいと思う？黄色で行く？ほう、その心は、黄色で行くか。じゃあバカアルカントいかん、なので、あそこに車止めてあるでしょ。でもね、橋の下にはもうね、もうすぐ入れなくなるのよ、水深が上がりすぎて。で何をするかというと、橋の向こう側まで歩きますあの橋の向こう側まで歩く、今から。
土曜日の朝からウォーキングです。バカクソマジ。毎日さ懸命にさウォーキングだけやってる人いるやん。あの人たち思うけどさ、おかっぱりの釣り始めればええで。普通におかっぱりのルアーフィッシングバカ歩くからね。歩くときなんか車ここにしか止めれねえやってなって、車止めてじゃあ1キロ歩きますとかザラだからさ、普通にこれでみんなのコメントを見ながらできるんじゃないか。まあ、俺の勇姿は映らなくなると思いました。橋の上あたりは全くあんまり流れてないな。三脚使って配信してるんですよ。そうです、そうなんです。僕友達少ないんで。あ、三脚使わないと配信できないです。カメラマンいてくれたらいいんだけど、カメラマンいないんでね。8時はアラーム鳴らない、大丈夫。 あ、7時になった。でトゥルントゥルルントゥルルントゥルルントゥってずっと鳴ってて、呼べ呼べ呼べって、多分7時に見てた人は俺の配信に乗ったアラーム聞いてる。鼓膜が破れました。俺のアラーム聞いてね、鼓膜あーなった、うーなったから。